はい、どうも、ユッキーです。今回は、アベマ TV で今日ね、まさに今日の朝っていうか昼か、見てたら、ローソンストア100で、むちゃくちゃな、ハンバーガーを売ってると。という、ことが書かれてまして、こちらです。斜め上行くチョコチョコロッケバーガー。これ、ローソンストア100で、100円、108円。で、こっち、3個あるんですよ。斜め上を行くアンドーナツ、過去激辛仕立て。そしてこちら、斜め上を行くと、紅生姜好きのドーナツ。という、まあ、3つあるんですが、まあ、とりあえず、まあ、この辛いやつ。まあ、激辛好きな俺ということで、まあ、ボクチンがね、どれほど辛いかっつうね。甘いけど辛い。甘さと辛さの絶妙バランスで脳が混乱。こしあんと、周りに唐辛子が塗ってあると。中には、こしあん。しかも、こしあんかいって話。粒あんだろ、そこは。で、こちらの方は、パンと紅生姜が、奇跡の出会い。紅生姜をこよなく愛する方に食べてもらいたいパン。紅生姜とマヨネーズが入ってる。紅生姜とマヨネーズが入ってるということで。まあ、紅生姜僕も好きで、牛丼屋行くと、毎回大盛りにして、特盛りの、なんだっけ。あれ。つゆダクダク。俺前言ったことあるんですよ。つゆダク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 でって言ったことあるんですけど、マジで、レシートに、つゆダク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 って書いてあった感じ。で、それに、紅生姜ブワーって乗せて、で、食べるみたいなのが好きです。はい。で、こちら、食事とデザートを一緒に済ませられるおせっかいな時短メニュー。コロッケの上にチョコクリームが乗っているということです。まあ、つまりソースを、本来は、ソース、ウスターソースとか入ってんだけど、ここにチョコクリームになってる。いうことです。それでは、いただきましょう。こちらね。できれば、粒あんが良かったな。はい。見た目がこんな感じ。大して乗ってないんだよね。大して、乗ってもいないっていう。いただきます。中こんな感じ。もはやピリ辛を通り越して、ビカラのレベルの、全くもって辛くない。これどうして、激辛と書いてあるのかもよくわかんないけど。使ってんのは唐辛子って書いてあるからね。まあ、これがハバネロとかだったらまあわかりますよ。激辛なのはね。これあくまで唐辛子でしょ。で、しかも、大してかかってないっていう。大してかかってないんだよな。もっとブワーとかさ。いやもうむしろこの中に、
このあんこの中にブワーってもうあんこと唐辛子が混ざってるようなぐらいのブワーって入れてればまだわかるんですけど、しかもぶっちゃけ唐辛子って非常に安いじゃないですか。ね。もう業務用とかだと20キロとかさ、で売ってんだけど、すげえ安いのよね。あ、ちょっとだけ辛い。うん。ちょっとだけ。で、だから上にかけるんじゃなくて、まあ上にかかってないとあるからインパクトはないのか。でもインパクトもクソもこんなにしかかかってないんだよ。インパクトもクソもないだろ、最初から、そもそも。まあ、これ結局のところ、甘いけど辛い、甘さと辛さの絶妙バランスで脳が混乱ってあるんですけど、微妙に辛い。ちょっぴり辛い。ピリ辛の、2分の1ぐらいの辛さ。で、圧倒的にあんこが、混ざってるんで、普通にまあ、あんドーナツ。だいたい唐辛子がこの程度かかってるだけで激辛って名乗る時点はもうおかしいんですよ、そもそも。これで激辛って名乗ってんだからね、だって。うん。これで激辛はねえだろう。どんだけこれ開発者お前甘党なんだよって話ね。うん。で、しかもさ、あんこはさ、こしあんだしさ、粒あんじゃねえし。あんこさ、粒あんに決まってんじゃん。豆のさ、小豆のさ、皮。食感が良かったりすんじゃん。まあ、こしあんってお前何なんだよ、この。ってことはですよ。こしあんってことは、でもどうなんだろう。こして皮を取り除いて、その取り除いた皮をどうしてるかですよね。まあ、粒あんの方に、いってるんだったらいいんだけど。もしそのまま廃棄されてたとしたら、非常にもったいないですよね。まあ、でも、どうなんだろうな。最近知ったんだけど、ラー油って、ごま油からできてるらしいです。今日 YouTube で動画ね、見てたんですけど、ものの作り方みたいな、なんかそんな、割と小学生でもわかりやすく、漢字とかに振り仮名ってあるやつなんだけど、ラー油ってごま油を、に、唐辛子を混ぜて、まあ、適当にね、まあ、沸騰させたりして、で、エキス出して、ってらしいですね。ずっと知らなかったです。だから、ごま油を作ってる会社は、ほぼ間違いなくラー油も作ってるんですよ。で、さらに逆で言うと、
ラー油を作ってる会社っていうのは、これが 100% ですね。逆に、ごま油だけ作ってる会社だったらあり得るんですよ。でも逆に、ラー油だけ売ってる、作ってる工場って多分、会社って多分ない、存在しないんですよね。なぜならば、その工程に、ごま油を作る工程があるから。ごま油もすごい、めちゃくちゃ大変でし、大変というか時間かかりますね、あれもね。いわゆる不純物を取り除いたりする工程があるんですけど、すごい、何回もこう、布とかに、何重の布とかに、布を、に通して、こした後に最終的に何時だったかな、忘れたけど、寝かしといて、で、寝かしとくと、ものっていうか、液体って、不純物が沈殿するでしょ。で、沈殿した部分以外の部分を取って、またさらにその、布を、通すっていう。それでできるって、ね。すげえなーと思ったね。マジ、動画は、ためになるね。ガキでもわかりやすく、割りかし説明してくれる。うん。あとあれっすね。ごめん、何言おうとしか忘れた。あとこれ気になるのが、これ開けた時に、見ると結構付着してるんですよね、この、うん。唐辛子が。この、ね、袋にだいぶね、付着してるんで、これもやっぱちょっともったいないですよね、結局。あれと同じですよ。カップラーメンの、湯切りの時に、上の蓋につくじゃないですか、キャベツ。あれを、意外と人間捨ててるらしいですね、あれね。あれ、そのままこうやって捨ててるらしい。俺、あれは貧乏症だから、全部取って、しっかり食べる。うん。で、最近ツイッターでバズってたけど、例えば牛乳とか買うときに、後ろからね、後ろから取るっていう人が結構、まあ、いるとは思うんですよ。うん。まあ、俺は基本的に前から取るんですけど、まあ、前の方が、当然、賞味期限とかが短いんですよね。うん。ただ、まあ、みんながみんな、そうやって、後ろから取ると、廃棄がやっぱ増えるじゃないですか。うん。で、まあ、それもちょっとね、うん。どうなんだろうなーっていうのは、まあ、わからんでもないですよ、結局。だって、同じ値段で、ね、同じ値段なのに、賞味期限が違ったら、長い方を選ぶじゃん。新鮮な方を選ぶじゃん。だから、賞味期限が長いってことは、新鮮なことだから。新鮮っていうことだもんね。だから、それ、後ろから取るっていう人は、全然責めるべきではないんですけれども、まあ言うてもそういったらね、はい、コンビニの廃棄とかとんでもないからな、とんでもない。しかもバイトとか食っちゃダメなんですよ。コンビニの廃棄とか。
もう今、昔は大丈夫だったんですけど、今もうダメですね。コンビニの廃棄、食べていいっていうとこないです。これも昔、10年ぐらい前に、ファミマで働いたことあるんですけど、廃棄食っていいっすかって言ったらダメって言われて。で、でっかいゴミ袋に、ブワ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 みたいな。あの廃棄の量。とんでもない。まあだからっつって、じゃあ廃棄するのはもったいないから半額で売りましょうってなったとすんじゃん。ね、賞味期限間近のやつをで。もう賞味期限切れたやつはもう、やっぱ衛生上無理なんだよね、多分ね。おそらく。危険だから。いわゆるその、腐敗して食ったら食あたりを起こしたとか、の可能性があるから多分 100% 無理なんですよ。じゃあもったいないからって半額で売るとどうなるかって言うと、みんな、それを買うようになるんですよ。だから、普通の値段では買わずに半額で買うようになるっていう。ね。で、その結果コンビニは全くもって儲からないんですよ。だから、捨てた方が儲かるっていう。この理屈。売らないで、半額で売らないで、捨てた方が逆に儲かるっていう、この、これな。うん。だから、廃棄とかもらっちゃダメなんですよ、ああいうの。だってもらうってなったら、ね、大量にもらって、だって大量に出るんだよ、一日。大量に。あんだけ全部バイトもらってたら、裏で横流ししてる可能性すらあるよ。売るわーっつって。じゃあこれ全部半額ねっつって売ってるやつとかいたりとか、まあ、その他もろもろですね。うん。まあ、可能性としては、あり得るからね。まあ、だからダメなんだと思います。まあ、あと単純に、廃棄もらって食べて、ね。腹下しました。じゃあ誰の責任ですか？そのコンビニの店長の責任です。だってお前廃棄をさ、あげたんだもん。ってなるんですよ。悲しいよね。実に悲しい。世界でアフリカのさ、難民とかがさ、ね、ね、食料なんで、餓死したりとかしてる状況で、なんだけれども、廃棄をしないと、いけないっていう。いや、もったいないんだけどさ。もったいないんだけど、でも、もったいないからっつって半額で売ったら、むしろ不利益になるんだから。この日本じゃ。不利益になるんだからさ。当然やっていけねえんだよ。うん。だから、やっぱ、まあ、コンビニのその後ろから取るっていう人も、まあ当然いるとは思うんですよ。でも俺の場合だと、ぶっちゃけもうその、食える、その、賞味期限内に食える分しかまあ買わないで、買わないから、消費することがもう分かってて、で、まあ、こまめに買うみたいな。こまめに買う。うん。まあ、それはなんでやってるかっつったら別にあれですよ。その廃棄が増えるとか、そういう偽善者的なことじゃなくて、別にそこら辺一切考えないで、どうせ、なんすよ。後ろからこうやって取んのめんどくせえじゃん、ぶっちゃけ。ぶっちゃけめんどくせえじゃん。手伸ばしたりすんの。あ、めんどくさいからこう、やってるけど。
まあでも、まあどっちも攻めることはできないですよね。確かに。同じ値段払って、で、あの、ね、新鮮なんだったら、そっち選びますわ、それは。だからここら辺も多分法律的になんかあのね、なんか改正とかさ、あの、してくれたらもっと配置とかが減るんじゃないかな。まあ、具体的にどういう法律にしたらいいとか俺は知らないですけど。ということで、こちらの商品が、激辛度数は、2です。激辛度数2。ご視聴ありがとうございました。